皆さん、まあ、別に柳本さんの悪口を言うつもりはないんです。ただ僕は本当に、ね、下品ですから、ちょっと一言だけ言わさせてもらいたいんですが、柳本さん、おじいちゃん、お父さん、それから自分で70年間西成で政治やってきたわけでしょ。70年もやってきたんだったら、ちょっとぐらい愛輪変えてくださいよと。なんで僕になってからゴミを撤去するぐらい柳本さんやってくださいよと、ね、覚醒剤の取り締まりぐらいね、強化するぐらいね、柳本さんやってくれたらいいじゃないですか。それが今柳本さん、大阪を 愛情がいっぱいの大阪にします、人々がつながる大阪にします、優しい大阪にします、真面目な大阪、真面目な大阪にします。そんな抽象的なふや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 したことしか言わないんですよ。僕はね、やっぱりね、言葉もちょっときついし、やり方もきついかも分かりませんよ。もうそれは教育を改革しようと思ったら、教育委員会動かなかったもんですから、クソ教育委員会って言ってね、えらい怒られまして、クソ教育委員会って言ったらおかんに怒られてね、クソはダメだって言われたもんですから、そんな排泄物って言うわって言って親子喧嘩になりましたけどもね。でもね、それぐらいやらないとやっぱ大阪変わらなかったんです。でやっぱりそこまでやってね、なんとか大阪前に動き始めました。皆さん、今まで僕のやってきたこと、至らぬところもいろいろあったかも分かりません、行き過ぎたところもあったかも分かりませんが、そこは吉村がしっかりと手直しをしていきますけれども、どうかかつての自民党、民主党、共産党の政治だけには戻さないでください。残すところ1週間、どうか西成の皆さん、どうか多くの皆さんに今日集めていただいて、自民党今総力戦で、もう共産党も総力戦で組織票を集めてますから、皆さん30名、これから1週間30名少なくとも仲間を集めていただいて、大阪市長には吉村、大阪府知事には松井、そして市議会議員には岡田にどうか力を託してください。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。本当に8年間どうもありがとうございました。ありがとうございました。次、吉村、本当ね、いいリーダーですから。ありがとうございます、後ろも。皆さん、ちょっと背中向けててごめんなさい。ちょっと全然気づかずに申し訳ありませんでした。本当に皆さん、昔の自民党、民主党、共産党のあの政治だけには戻さないでください。西成、本当徐々に変わってきてますから、西成区役所が頑張れば、もっとここにね、お金と決定権を与えればね、ここの西成区役所で西成の街づくりをできるようにするっていうのが僕らの大阪都構想だったんですが、ちょっとね、あれは説明不足で否決されましたが、これもね、もう一度議論を続けて、本当にこの西成がね、大阪の顔になるような、そんな街づくりを進めていきたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。ちょっと本当は握手させてもらいたかったんですが、西成維新が弱い地域なので、この車でぐるぐる回らさせてもらいますので、このままちょっと移動させてもらいます。皆さん、期日前投票どうか、もうこのまま期日前投票行っていただければと思いますので、よろしくお願いします。吉村、松井、岡田でよろしくお願いします。本当はありがとうございました。